園、ラーメンチェーンの後楽園でカレーメニューがあるというね、まあ、どんなものかなと思って感じられたので、まあ、質問だと思うんですけど、ちょっと見ます、はい、店入ります、成田店です。で、これですね、タッチパネルで370円、はい、すぐに注文して、左隅に指見えてすいませんでした。はい、これ注文しました。はい、早速来ましたね、すぐ来ましたね、これね。あの具材が入ってない小さい器だったんで、ちょっとね、迫力かけちゃったというか、これでちょっと動画出せないかなと思いましたけども、一応まあとにかく食べてね、370円のカレーこんな感じですよっていう感じで、これじゃあ俗に言うミニカレーかな、そんな感じもしましたね。だからちょっとカレー食べて物足りない時に食べるカレーが、あーまあ一品、まあ後楽園さんのに備わってるっていう感じで、ちょっとこれで動画を撮るのはどうかなと思いましたけども、まあラーメンに合うカレーっていうことであればこれグッドだと思います、まあ、こんな感じでしたね。具材がない分やっぱりね、はい、やっぱりラーメン屋さんのカレーこんな感じですね。はい、完食です。ですがちょっと600円残ってたんで、まあ1000円娯楽やってみるってことで、やっぱりその日ディナーセットあったんですよ。でまあちょっと見てですね、メニューを考えたんですけど、こっち590円だったんで、これ前回実は食べたんですよね、あの別の店舗で。その時は490円だったと思うんですけど、ちょっと割高になってましたね、今回は。はい、でまあ注文しまして、まあ590円、ちょっと量が多かったのかな、前回のと比較してみると分かると思うんですけども、若干量が多かったのかもしれません。で注文しまして、はい、終わりましたね。はい、ロボットで持ってきました。いや前回と同じかな、前回の量が多いかな、まあ比較してみると分かるんですけども、ね、これ早速ね、いつも通り食べてみます。これ600円で収まりました、590円ね。これで見事に1000円娯楽できましたね。量が多いで、腸がちょい高めです。量はやっぱり今回の方が多いかな。はい、シャキシャキ野菜セットです。まあいつも通りです、これですね。やっぱり590円でこれであれば、まあ納得します。はい、まあですね、スープからいきます。スープやっぱ美味しいです、ラーメンスープですからね。後楽園さんのスープね、結構ね、あのだしと入ってるのかなんてクレームきましたけど、しっかり出せるもの出してますんでね。はい、グッドです。もう当たり外れありませんね。でシャキシャキ野菜セットもいつも通りですね、シャキシャキしてます。新鮮な野菜使って炒めてますんでね、美味しく食べられますね。もやし、ニラ、キャベツから豚肉、これが入ってます、ね、ただ黙々とね食べてますけども、やっぱりこうね、チェーン店の味ならではですね。グッドです。はい、ライスもね、ちょっと若干量多いのかな。はい、美味しいです。食べることにはね、もう損得ないと思って一生懸命食べてます。はい、グッドですね。はい、ザーサイも美味しいですね。はい、ありがとうございます、グッドです。美味しく賞味しました。